タレント、カンダウノ、女優、栗山千明らが所属する芸能プロダクション、スペースクラフトのキラキラガールズオーディションの最終審査が、28日、東京多摩市のサンリオピューロランドで行われ、東京都の高校2年、松浦美穂さんがグランプリに輝いた、12から19歳を対象に、同園で楽しそうに遊ぶ様子がチェックされる風変わりな一次審査には、3枠7人が参加。ファイナリスト18人の中から、身長174センチのモデル体型が目を引く松浦さんが、頂点を掴んだ。芸能界を目指していったわけでなく、偶然来場していたことが応募のきっかけだと言い、すごくびっくりしました。何が何だかわかりませんとシンデレラストーリーを実感できていなかった。